ゴーン被告専用機を売却日産。読売新聞によりますと、日産自動車がゴーン被告が実質的な専用機として独占していたビジネスデットを売却したことが明らかになりました。このビジネスデットは、機体番号が日産とも読める N155AN で登録されておりましたが、 新たに購入すれば70億円以上かかる代物でございますけども、ゴン国が独占的に使用しており、家族にも使用させ、燃料費などおよそ5億円を日産に負担させていたとされております。このビジネスジェットについては、日産は 業績が厳しいのに無駄遣いはダメだとして、ゴーン被告による公私近藤の象徴を整理することを決定したようでございますが、このゴーン被告、現在レバノンに逃亡しておりますけども、このレバノンにおいても日産の建物を不法占拠している事実がございますので、日産にはこういった ゴーン被告が、これ以上ですね、好き勝手しないように、ありとあらゆる手段で対抗していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。